鈴木松次は、日本のマタギ。熊の三見を一撃で射抜く姿から、頭打ちの松の異名を持つ。マタギ発祥の地とされる、秋田県北秋田郡阿城で叱りを務め、最後のマタギとも呼ばれた。引退後は、阿仁マタギの里熊牧場の最初の馬場に就任。宇な林と下流ゅの会、マタギサミットの世話役を務めるなど、かつての狩猟文化を継承する語り部としても、 活動していた。山っていうものは教わるっていうよりも一緒に歩くうちに一人でに、覚えて、ぐものな。とにかく、山歩いて、体で覚えるしかねえんだ。経験積むことが一番大事なべ。それと、自分で考えねえとダメだ。マタギから、森と狩人の記録、田口広美著経由者、頭打ちの松との異名を持つほどの名人であり、マタギの世界においては第一人者だった。 熊狩りで山を歩くときは、1日3 0トルから4 0トルは、当たり前のように歩いた。秋田県のマタギの民族調査において、マタギの生活を証言している。家族も証言している。鈴木は、一般の知名度はなかったが、2006年9月28日に放送された、トンネルズの皆さんのおかげでしたの特番内のコーナー。 博士と女子から細かすぎて伝わらないモノマネ選手権でお笑いタレントのクジラがモノマネを披露したことで、その名前は県外にも知られるようになった。ありがとうございます。